島茶特有の、甘み、旨みと、あとは水色の良さ、あの綺麗な緑に出るようなお茶を選んで、使っております。鹿児島茶は茶園に被覆をしまして、旨み、甘みを凝縮するように生産しています。それが美味しさの秘密だと思います。特に今年は、香りが出るような仕入れをしております。ただ、あまり香りを強くしすぎますとどうしても味の、甘みが薄くなるものですから、そこのバランスをうまく取るように、頑張って仕入れをしています。今年も大変おいしい薩摩の風ができました。自信の一作です。どうか飲んでみてください。